秋面白、これは面白い。秋田のももももレアだよ。久々に見た、生きてた。こんばんは。秋田の生存確認。今日カラオケの日、初耳。この前秋田にコハタ推しですって言ったら苦笑いされた。どういうことや。許さない。いなかった。ヤマピーさん、お疲れ、ありがとう。秋の秋田ランランラン。ダランランラン。秋田に行ってみようかな。どういうこと？何を？コハ君はカラオケ行ったら何言ったの？コハはね、言おうと思ってたんだけど、ちょっと時間足りなくて言えなかったの。コハはカラオケ行ったら雪だるま作ろうを歌います。ちゃんとドアの外からノックするとこからやります。2回連続は大変ね。みんなのカラオケ18番は良かったもんね。良かったですよね。本格的。そう、ちゃんとドアの外から歌うので。秋田に突撃して、突撃できん。これ囲われてるっていうか、なんかどこにいるんやろ、そもそも。んちょっと分かんないな。イエーイ。今日はね、7期生いっぱいで嬉しかった。あ、リンさん、秋だね、秋だね、ありがとう。初めて見た。秋田はカラオケ何歌うんやろ。いなかった。誕生記念日関連ネタはいいね。やったわ。ミュージカル好きな子多かったな。私も好き。ちかしげさんはなんて呼んでるの。ちかしげさんか、ぽよぽよさんかかな、どっちかです。あきたんのボーイ帰省のツイートの写真の出た。おお。まだ推しの小畑に会ったことないのに、秋田にはめっちゃ遭遇する。秋田探してもらおう。キルのこと様みたいに、お前めっちゃ呼ばれてた。ぽよさん、こんばんは。秋田指小畑くんだけと聞きましたが、それは多分そうだと思います。ぽよたんって呼ばないの。呼ばないです。2回目お疲れ様でした。ありがとう。ぽよたんって呼ばないな。でも最近めっちゃちかしげさんと会うかも。やる声もこはたん出てきて嬉しかった。イエーイ。桃だからね。おおおお。短パン忘れたチカポヨが、いやほんまにやばいんですよ。昨日の YNN さんのキャンプの衣装の短パンを忘れてきたんです。チカポヨさんが。そのせいでもうみんな日焼け止め塗りたいじゃないですか、外だから。そうなのに日焼け止め、短パン履いて濡れないんで、もうみんな
もうパンツとかもう服のあの服めっちゃまくり上げて縫って、もう今すぐ短パン着たら出発できるようにしてました。あ、のぶさんありがとう。みんな履くもんなくなるとこ、そう、みんな履くもんなくなってどうするみたいな。でも最初の方に気づいたんですよ、来てすぐに。それ誰も気づかなかったら本当にどうしたんやろうって感じよく間に合ったな、15分遅れたけど。そう、なんかその昨日あのゆいのさんがコハーテントに来てくれて話してくださったことなんですけど、そのゆいなさんはあの元からその前にお仕事があって、そう、もともとその途中で参加する予定だったんで、別に普通にそのドライバーさんとかものんびり来たらいいのに、その近重さんのあの短パンのせいでめちゃくちゃ急いで大急ぎで来るっていうめっちゃゆいなさんと若ぽんさんめっちゃ急いで来たっていう、全然急がんでいいのにっていうことになってました。わ、あゆさんハートありがとう。そう、逆に30人分忘れるのすごいほんまに。そう、なんかゆいなさん曰く、そのドライバーさんとこにもマネージャーさんからあと何分で着きますかっていう連絡がもうあの5回もぐらいかかってきて、もう大変そうだったらしいタンパンなしでよかったよな、それはやばい、だからみんなこの私服のズボンで出るよみたいなとか言ってましたね。ヒデさんとノブさんありがとう。ちゃっかりお肉食べてたしかもゆいなさんは続けざまにコハタンと一緒に運動会の MC をする。そう、そう、天気のね、それはね、その運動会が順番は逆になったのは天気の都合で、そう、順番が変わったので、ゆいなさんはそれもちょっと慌ててました。昨日の場所は去年のキャンプと同じ場所だよね。子は去年はまだ NMB に加入してなかったんで分かんない、一緒なんか。そう、一昨年キャンプ外の時雨降らないでよかった。ほんまになんかね、バーベキューの時はパラパラぐらいだったんでめっちゃ良かったです。何らかの罰ゲーム配信を新 YNN さんでやってほしいほんまに面白い。なんかハーサさんの YouTube のやつもめっちゃ面白かったです今年の T シャツオレンジなのめっちゃカワだった。今年、あれか、コアたちが着てたやつか、オレンジ。さ、一瞬あの先輩が着てた方を想像してた。え、かわいい。しかもなんか字体がかわいいよね、あのナナの字体。レンさんは下着で待っててってだって言ってた。そうらしいらしいです。誰が言ってた、アミルさんが言ってたやつ。チカプーがやらかすのは通常運転そういえばチカシゲさんもゴルゴのグラウンドで狙われて、いやほんまにそのそれ面白すぎて動画撮ったんで私の携帯に入ってますキャンプファイヤーも花火もできてよかったよかったです。みんなお肉いっぱい食べれてね。あ、モンブランさんありがとう。プロさんは水鉄砲で狙われればよかった面白い。ティーボンステーキうまかった。めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです。アミルさんにギターなろう。コハもギターのセンスとかなさそう。動画アップ期待夏の恒例イベントのキャンプが終わってやっと季節が進んだ。あ、もうほんまにやっとなんか秋、ちょうどね今日寒くなったのもあるし。コハくんの料理美味しそうすぎ問題、やったーやったやったー、嬉しいな。コハとのチーズリゾット食べたかったな、やった。
嬉しい。フォローしました、ありがとう。私は小肌の存在感が大きかったね。マジ？コハテントとかもあったからかな。こんばんは。こんばんは。もっちゃんがチーズリゾット美味しいって言ったよ。うわ、嬉しい。えいちゃんありがとう。もっちゃんが昼公演の配信後の公演後の配信でコハタン料理上手。あのいや、コハがな、コハはあのお外ご飯の時に、お外ご飯の時にの次がコハテントの回だったんで、途中もう最後のとこは売らずに途中でそのそっちのテントの方に行ったんですよ。それで終わって帰ったら戻って行って、あ、ご飯のリゾットどこ行ったんかなって思って、その楽屋戻って、ご飯のリゾットみんな知らんって言ったら、もっちゃんとかアンジュがもう食べた、全部食べたって言われました。めっちゃおもろい。でももっとおもろいのはユナはそのエンディングまでに一人で全部完食してたから、なかなかユナも面白くないですか。和田さんの料理もうそれはもう料理じゃないですよ。ご飯もあんまり見てないんですよ。その最後のコハテントでちょっと別のとこ行かなかったから、あかんかったから。でもなんかツイッターとかでミユのやつが出てきた時はちょっとびっくりしました。なんかチョコレート汁を作ったみたいな、ボールごとみたいな聞きました。ユナナはツッコミどころ満載。いやユナナの芋、いやさつまいも、さつまいもの行方知らない。いやなんかさつまいもを焼くところまでは一緒に見たけど、結局どうなったんやろ。さつまいもは知らん。パスタのみたいなやつはもうエンディングまでに食べたらしい、全部。パクパクタイ食べるだけじゃなく作るのは良かった、わーい。ほんまにゆなくん小柄なのによく食べる、さすが隊長。和田さんのはきりたんぽかな。どんなんやったんやろ。誰か他の人の料理食べた、ご飯のみゆなのしか食べてなくて、たまたまゆなと、ゆながご飯の写真撮ってって言ってきた時に、食べてゆなのやつって言ってくれた。それだけかな。あ、のぶさんハートありがとう。ありがとう。はい、何期生のフレンチトースト美味しそうでした。あ、ジオンのやつ。そう、めっちゃもう可愛いよな。もうジオンがあれ作ってるのを横で見れたことも嬉しい。可愛かった。もう可愛い。あの材料からすぐにチーズリゾット思いつくついたところがすごいな。やったー、チョコ汁と焦げた串マシュマロ。やば、つけてなかったけど。そうなん、お母さんが作る料理もっと見てみたい、わーい。あれ誰か待って、掃除してる、あ、してないか。もっちゃん掃除はしたよ。お母さんが作る料理もっと見てみたい、わーい。和田さんはチョコ汁の汁なしを作ってた。なんかそれか言ってたやつは反省会しますって。アミルさん、わからん、見えへんか、全然見えへん、みんなあっちの方だから。カークの白目もなかなかでした。あれはユナが撮ったやつ。料理配信、やばそう。それは火事にならないようにね、しないと。じゃあそろそろランキング読みます。13位リンさん、ありがとうございます。12位カリーさん、ありがとうございます。11位トモさん、ありがとうございます。
10位そうそう歌書き初め隊さんありがとうございます。9位清文さんありがとうございます。8位はあゆさんありがとうございます。7位はベオさんありがとうございます。そして6位はみものさんありがとうございます。そして5位はモンブランさんありがとうございます。そして4位はひでアットこはるみやりさんありがとうございます。そして3位はのぶさんありがとうございます。そして2位はしんごさんありがとうございます。そして1位はやまぴーさんありがとうございます。みんな見に来てくれてありがとうございます。ショールームのフォローとかツイッターのフォローよろしくお願いします。じゃあまたねー。